アーツ&クラフツは、19世紀後半に産業革命で衰退した手仕事の復興などを目指して始まったデザイン運動で、この運動を牽引したイギリスのデザイナーウィリアム・モリスなどの作品は世界の芸術にさまざまな影響を与えました。県立美術館では1月30日からモリス本人がデザインした壁紙やモリスに影響を受けたデザイナーらによる椅子や食器、宝飾品などおよそ140点が展示されていて、優美で可憐な作品の数々を楽しむことができます。またこのデザイン運動が千葉県誕生の150年前と同時期に行われたこともあり、アーツ&クラフツに影響を受けた県ゆかりの画家浅井中の作品なども展示されています。この企画展は県立美術館で3月24日まで開催されています。から約150年前のイギリスで始まって、で今の日本の私たちの暮らしにもつながるデザインがどういうふうな流れをたどってどういうふうに発展をしてきたのかっていうのを、実際の展示されている作品を通して、実際に目で見て考えて楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに思っております。